こんばんは、長野のドラマーの木下です。今日で切りよく30回目になりますね。ダブルドラグタップをやります。前回のドラグタップがですね、ドラグ入って、一発打ってっていう状態なんですけど、このドラグの部分が2回入るということになります。そうするとですね、3連符をイメージしていただいて、3連符の1、2発にタカタッタカタッと入って最後に一発ってことになります。こんな感じですね。早くやります。単純に言ってですね、3拍子にドラグを入れてる感じなんですね。一つはこれなんですけども、もう一つがちょっと厄介なんですけど、譜面を出しますね。でこれパッと見どう叩くかっていうことなんですけど、実はこれですね、叩き方を間違えやすいものなんです。こういう譜面が来た時はですね、まずダブルストローク抜きで、骨組みのリズムだけをまず聞いてみます。そうするとこうなりますよね。ここにドラグを入れるんですが、そのドラグを入れるタイミングっていうのがですね、気をつけないと間違えます。正解なのは、私手書きの譜面で書きますけども、こういうリズムで打つわけですね。ここにダブルストロークを入れます。ゆっくりやるとこんな感じになります。こういうリズムにダブルストロークを入れるんですね。でこれをどういうふうに間違えやすいかというとですね、32分音符系ではなくて6連系で、私の場合だとですね、入れ間違えるということが結構ありました。6連系だとちょっとルーズな感じになるんですけど、その違いをちょっと聞いてみてください。こうではないということですね。お分かりですかね。このちょっとしたルーズな打ち方と32分音符系のスピード感のある打ち方なんですけど、そういうわけでですね、実は6連系で打っちゃうと違うということなんです。でこの辺を聞き分ける耳というのを持った方がいいんですが、連続してちょっと早めに叩いてみますんで、聞き比べてみてください。違いが分かるかどうかということなんですね。お分かりでしょうかね。ルーズに打つわけじゃないんですね。音符がきちっと32分音符で入るかどうかということなんですね。ですので、もしこの違いを聞き分けられないという方いらっしゃいましたら、繰り返しですね、どう違うのかって聞き比べてみてください。この違いというのがですね、実はドラムを操るそのグルーヴに非常に影響してきます。それはですね、何回か前にシェイクにダブルストロークを使うっていうのをやったんですけど、これが32分系で入るか6連系で入るかによって聞こえてくるグルーヴ感というのがかなり変わってきます。これもですね、ちょっと比較で叩きますので聞き比べてみてください。
これは些細な違いなんですけども、こういったところをうまくこう聞き分けられるかどうかというところがですね、その人のドラムの上達に今後深く関わってきます。どっちなのかがよくわからない状態で叩いている方と、スピード感を持たせたいとか、ちょっとそのルーズさを持たせたいっていう雰囲気で分かって叩く方と、その差っていうのはかなり大きくなっていってしまうんですね。ですから意図的に自分がどっちを選択してどういうプレイになっているかというのをよく分かってですね、ドラムに生かしていく必要があるということなんです。打速でお話しするんでしたら、私はちょっとルーズな方が好きなんですね。パリッとした感じよりかは少しダラッとした方が好きな人間ですので、そういった感じのプレイが多いんですけども、まあ、今回はですね、ドラムセットの応用っていうのは特にはやりませんけども、これがですね、ドラグの場合ははっきりとダブルストロークですので、単純なダブルストロークのロールが10個、それからドラグですね、瞬間的にダブルストロークを使い分けられるかというのが10個、それからフラムですね、片手の連打がどのくらいできるかというのが10個、そういう風にルディメンツってできてるんですね。今日はこれで失礼いたします。